表情は、この胸板の厚さは、あれでありましょうか。大歓声、女性がキャーキャー言っております。ブレイズ現れた、堂々の入場、まさかブレイズジャーブイーン、どこかで見たぞ。このテーマは丸藤直道のテーマであります。思えば 3.24 京都大会、試合中の怪我により左膝亜脱臼、靭帯損傷、 4.7 有明コロシアムで確かの GSC ジュニア、あれ以来のリングということになる。これは207日ぶりのリングはセカンドロープをまたいで入りました。そして行くか行くか、宙に舞うか、下がった下がった、なぜ下がる。まだ膝の具合が思わしくないということでしょうか。欠場中にちょっと増量いたしました。丸藤直道、疑問系であります。放送席をご紹介しましょう。まず解説は伊藤で力道山さん、そしてその隣にはタイトル管理委員長らしき方が見守っています。伊藤で力道山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この張馬ですが、入場の時にあの見せ場タイガーのテーマで入ってまいりました、ええ、そしてこのホワイトタイガーのようなマスクかぶっています。そのあたり意識が何かありますかね。まあ当然意識して試合はしてくると思いますけどね、ええ、巻き投げていってヘッドシザース、さあ間を取って今度はキリンマスクが返した。一進一退の攻防、キーパー有明、今宵ばかりはハロウィンのパーティー会場であります。さあこちらがリオンですね、いわゆるライオンですよ ね、 そうですね、ライオンマスクということに、はい、まあ訳せばなるんでしょうか。さあ入ってまいりました。この体格はおそらくこの大というリファ有明のファンはもちろんこの時を待っていました。青コーナーがブレイズ、そして赤コーナーからはリオンであります。一転してヘビー級のぶつかり合い、ブレイズが押していった。ブレイクするか、クリーンにブレイクいたしました。こちらがリオン、こちらがブレイズであります。お、このチョップエルボー、お、チョップとエルボー、いわゆる一つの彼と彼の攻防ですね。そうですね。さあロープに飛ばすぞ、ドラップキック、距離ができた、リオンが狙っている、110の方がいくか、お、チョップで返した。お、ここに来たのがケビンマスク、フレームイン、さあどうだ、行くぞ、プランチャー、エルボーでいった。今のエルボーとチョップはいわゆる一つのあれですよね。そうですね、まあ、お客様が見ればすぐ分かってしまうかなという気はしますけど、非常に重みがあります。ただですね、はい、2人とも要するにその多分リオン選手は過去にマスクしてたことあるとは思うんですけど、あ、そうですか、ブレイズさんはちょっとね、マスクが初めてだと思うんで。なるほど、そのあたりが、そして赤コーナー入ってきたのが唯一選手にクエスチョンマークがついている丸藤直道であります。あーっと胸に受けた、ブレイズの強烈な逆水平。ちょっと丸藤選手にしてはですね、体格がちょっと大きいですよね、はい、なんか一回り大きいような気がしますよね、丸藤選手、4.7 有明大会から欠場しているんですが、はい、仮にこれが丸藤選手だとすると176センチ、88キロですから、かなりウェイトアップということですね。そういうことですね、上手もちょっと伸びたかもしれませんね、丸藤らしい空中技を見てみたいものであります。エルボー、笹かまんエルボー、もう一回、おそらくこの独眼竜笹かまんということで何か宮城県の香りがしてまいります。顔面をかきむしった、今の顔面かきむしり、どこかで見たような感じがいたします。今独眼竜の眼帯を取ったでしょうか。取ったような感じですね、今。さあ沈んでいく、あ、こちらマスクの状態、あ、なんだ、今ちょっとジータスでも流せるでしょうか。ノーカットでお送りしたいものであります。さあ沈んでいった丸藤直道、頑張れ。有明大会から207日ぶりのリングということになるんでしょうか。疑問符はついておりますが、顔面ハイキック、独眼入札か、この動きは桃田さん、はい、今まで見たことがありますね。ありますね、ありますね、ラフファイトを覚えた丸藤であります。うるさいという今肉声がマイクを通して聞こえてまいりました。エルボーを落として笹かまんピンチ、ここでケビンマスクであります。5分が経過いたしました。ハロウィンイズノア第5試合メインイベント、エルボー円髄のあたり、
さあここに来てこちらがマネージャーのロビン・マスクであります。このケビン・マスクの入場の時に共に入ってまいりました。ストマックあたりに蹴りを加えていく。さあブレンバスターの体勢、投げていくか。ケビンが仕掛けた、笹川マンが返すか。リングのほぼ中央、ガッチリ入った、テイク、高速ブレンバスター2カウントであります。まずは投げていった笹川マン、頭を掴んで青コーナーに戻しました。自分に戻して、さあここで張り間です。白い虎の仮面張り間、そしてケビンマスク、全員がマスクマンであります。どうでしょう桃田さん、はい、相手の表情が見えないというのは戦う上でどうですか。やりづらいですよね。要するにダメージが来てるか、来てないかちょっと分からないんで、はい、分かりづらいんで、はい、ハリマーが戻しました。さあそして自分のコーナーで蹴り、ここでブレイズです。ブレイズ、辞書を引きますと燃え上がる炎であります。テクで持っていった。2カウント。ブレイズこの選手力ありますね。ありますね。何でしょうこの上腕二頭筋は。返しました、逆指、これ今座ってますね、座ってますね、完全に体重乗っけてますね。108キロ以上ありそうです。これは厳しい、これは厳しい角度、衝撃的な映像をお届けしております。息が詰まりますね、これマスクですからね。マルフジクエスチョンマークが来た、顔面をマスクを届けしているのか、クエスチョンマークが来ました。口が出ている。今レフリー西永の口から誰か名字が出されましたね。さあ今日は華やかな会場であります。これはストレッチボードの体勢、高々と上げて落としていった。決めるか、危ない危ない、 2.7 あたりでしょうか。いやケビンマスクはもう結構捕まってますんで ねダメージ結構来てると思いますよ。さあ高さがある、これは1回転して返していった。ローリングスバット命中、胸板、そして膝、そしてファーストキック、ブレイズ倒れた。さあここでリオンだ、リオン対ブレイズ、リオンがトップコーナーからエルボー、ダイビングのエルボーを放ってまいりました。ロープに振った、フライングラリアットの旋回式、切り込みの着地であります。なんか流れを感じますね。先頭かばした。一部情報によるとマスク経験者ということであります。さあ立ち上がれないブレイズに対してリオンが仕掛けている。そのリオンに対して笹川マンが抑えた、笹川マンが抑えたところにブレイズが来た。お、これはニュートラルコーナーのトップからブレイズがリオンを流れ式に振りました。回していく、ここは返していくリオンであります。強さがある。ん、これはアーボンの体勢、アーボン、そして連発か、まだカバーに行きません。ブレイズが仕掛けた、勝機と見たでしょうか。大昇格同士の戦い、コーナーが近いぞ、コーナーが近い、後ろコーナー付近で上げた、アーボンコーナーバット、後頭部直撃、リオンの後頭部、ニュートラルコーナーのコーナーパットにつけましたブレイズ。さあそして C をした、さあカットに入る、ローリングけさぎり回った、ハーフガルさん、ライオン1回転かかえり、2カウントズバッと決まったローリング、そしてハーフネルさん。さあリングの中はこのリオンとブレイズであります。コーナーに飛ばしてエルボーが刺さったセカンドロープからダイビングしての逆エルボー、堂々とした戦いぶり、ローリングすぎにかわしてエルボー、殴りつけるようなエルボー、そしてライオンドライバーカバー、左肩上げた、がっちり決まっていましたがカウント2で返していきました。何か名勝負のような感じがいたしますね。さあここで丸藤直道エースと対してエルボー、そしてマックへの蹴り、逆サイドへ、お、どこかで見たことがある、顔面ハイキック、セカンドロープからブレイズがいった、ダイビングシュート、回転、丸藤が1回
出しました。さあハニマーの助太刀を得て、おハニバサミ狙っているのがハニマーを、あっとターンするような形で顔面を蹴っていった。ハニマーをカバー。伊保で力道山さんの経験の中でリングネームにクエスチョンマークがついた選手っていましたか。いやいないですね、初めて見ました。何かこう戸惑いのようなものをこちらも感じますね。本当に、どうやって名前を呼んだらいいかって、スムーズに呼びづらいものがありますよね。あ、しかしその丸藤らしき、あ、ラフライト覚えました、欠場中に覚えた、あーっとカウント、スワンダイブ式、丸藤の頭が刺さったぞ。いやスワンダイブは綺麗でしたね。綺麗でしたね、しかもカウンターでしたね。速度2倍であります。さあ丸藤直道が立ったところにいった、ダイビングボディアタック、高さがあった、勢いがあった、熱戦となってまいりました。第5試合のメインイベント、タイガーだ、タイガーだ、タイガー行くか、エルボーで防いだ、エルボーの連打から自ら飛んで投げ飛ばしていった。これもどこかで見たことがあるぞ。15分が経過しました。さあ丸藤からケビンマスクです。試合の先発はこの2人でした。超えていったところ、複雑な体勢、上に乗ったのはキリンマスク、腕を取れた、腕を捉えたぞ。さあそのまま苦しい体勢はハリマオ、キリンマスクがいい体勢だ。これは肩のあたりですか。いや肩とあの股ですね、両方同時に決めていきました。キリンマスク、そのケビンがハリマオを逆サイドのニュートラルコーナー、ローリングスパット迎撃。今度はハリマオ、攻守が目まぐるしく入れ替わります。さあニュートラルコーナーと、あーっと揺らした、よく見ていたケビンマスク、ん、今度は逆サイドのニュートラルコーナーでケビンマスクが仕掛けている。その高さから行くか、あー4文字に決めた、なだれ式で持っていった。そしてバックに回って腕を決めている、おーハリマオビーチ。いや今ちょっと今のは強烈ですね、今このリバー有明が騒然となりましたね。いやまあ今のはあのお客さんにも分かるようにかなりきつい角度が入りました、あしかし関係してるな、盛り上がったところローリングスパット、ここで手を伸ばす、手を伸ばす、ハリマーが手を伸ばして、さあ坂間です、坂間狙っています。どんどん加速したと低くなったところ、ケビンマスクか、いや坂間が行く、フラッツが、おっと裏カンラナー飛びついていきました。空中技見事であります。さあケビンが振られた状態、越えていって頭の上、今ジャマー見事なアーチ、今頭をこのターンバックの部分に振りましたよ ね、膝で、あこれは連発、おこれは名古屋で見たぞ、左の牌が決まっていました、そこに来たジャマー連発、ジャーマンか、後ろに回ってジャーマン、強さがある、まだ行くか、まだ行くか、ケビンの意識はあるか、お今何か入ろうとした、あリオンのエルボー、ふらついた笹カマンであります。さあここで丸藤直道エルボー一発入れて振っていた笹カマン、笹カマンキックでもお伝えしましょう。さあ距離ができた、狙ったエルボー前転した、この流れはあーかわした丸藤、クエスチョンマークがかわしていきました。狙っている、狙っています、赤コーナー、んおこれはまずサイドバスター、背中から起こしていきました。2カウントです。第5試合メインイベント、ん何か何か会場を見渡して、ここにさっそうと現れたのがケビン・マスク、ミサイルキック鋭角に刺さっていきました。さあここで入り乱れてまいりましたが、リオンも入っている、顔を押さえている選手がいる、捕まっているのがササカマン、ササカマンが投げられた、まずケビン・マスクだ、そして下半身だけ丸藤、投げていったのがリオン、エルボー、さあそしてササカマンが孤立している、どうして勝つぞ、なんですって
山完全に見えてますね、そうですね、あ狙っている狙っている、このラリアットオリアーラリアットオリアーラリアットからのカバー、本当です。いや何か正体が少しずつ見えてまいりました。場外戦が続いております。ブレイズとリオン、さあ決めるか、もう一度行くか、あブレイズが入ろうとするが笹カモンを担ぎ上げた、独眼竜笹カモンを担ぎ上げた丸藤直道、見事勝利。メインイベントを制したのは丸藤直道でありました。ヘリングマスク丸藤直道、激戦を制したのは今清掃に戻りました丸藤直道でありました。変わらぬ女性ファンからの黄色い線ありましたね。いやもう本当この先ないかもわかんないから嬉しいですね。え、だって今までありましたし慣れてるはずですよね。久しぶりだから、はい、ちょっと体重増えましたか。くっちゃねくっちゃね、それ増えちゃったんですね。あれあそこにいらっしゃるのは丸藤です。あれ動画の素人入ってきたな。素人ですか。いやあれ丸藤選手ですよね。丸口選手ですよね。違う、あ気にしないで。井上選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。